今年の7月から新紙幣の利用が開始。X 民が素朴な感想。キャッシュレスを普及促進するためにわざと紙幣をダサくしてる説がネットで話題。内容はこちら。X 民の新紙幣に関する素朴な感想が話題のようです。では、ちいかまちゃんのポストより内容を見てみましょう。ちいかまちゃん。今年の7月から、ゆきちがこれになるのつら。キャッシュレスを普及促進するためにわざと紙幣をダサくしてる説。新紙幣のデザインがあまりにもダサすぎて辛くなりますよね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。偽札っぽい。数字の1万の漢字が特に偽物っぽい。笑い。おもちゃ銀行のお札みたい。子供銀行券。ダサすぎる。移民が増えたからか、真ん中の文字が1万円から1万になってるの分かりやすいんだろうけど、外貨になった感じがして最高にダサい。円の価値が落ちてるのも相まって安っぽく感じる。馴染むまで相当かかりそう。なんだかおもちゃの紙幣のようですよね。次はこちら。諭吉の方が神々しく見える。比べると諭吉ってこんなにかっこよかったんだ。これ何回見ても馴染めないですよね。ダサすぎるし、これだと1万円の価値が下がって見えます。諭吉って呼べないのも辛い。中国の紙幣みたい。こんなん集める気なくす。諭吉帰ってきて。謎の中華臭がプンプンする。中国の紙幣にしか見えんやん。確かに嫌だな。諭吉さんいなくなっちゃうのか。諭吉消えないで。諭吉ロスが発生してしまいそうですね。次はこちら。めちゃくちゃダサい。フォントがダサい。なんでこれに変えないとダメなんだ。数字のフォントをもうちょい考えてくれるだけで随分違うと思うの。見やすくするためにこの字体にしたらしいですけども、本当にダサい。紙幣は新しくなればなるほどダサくなるね。なんか違和感しかない。ドル風にしてるよね。なんというか、日本感が薄い。せめて1万円と1万の位置を入れ替えてほしい。あまりにもダサすぎるデザインですが、デザイナーは一体誰なのでしょうね。最後はこちら。新しい令和の時代から昔の時代に戻されたような気分になりますね。この紙幣。日本の良さがないですね。異国のお金みたい。慣れないせいかな。なんていうか、1万円札の重みというのがなくなってしまったなぁと思います。めちゃくちゃ安く見える笑い。聖徳太子が良かったな。なんだかんだで聖徳太子が最強かも。デザインのせいで1万円の価値が下がったような錯覚を起こしてしまいます。結論。渋沢栄一氏は三井財閥を作り上げた実業家で、三井銀行や三井物産などを創設し、日本の経済に大きな影響を与えた人物です。また、経済学や倫理に基づく経営哲学で広く知られ、近代の日本の経済発展に寄与し、近代日本経済の父と称されている人物です。そんな功績のある渋沢氏の新紙幣起用は素晴らしいと思うのですが、何しろデザインがあまりにもダサすぎるせいで、全てが台無しですよ。やはり、聖徳太子のデザインのように、威風堂々としたデザインでなければ、紙幣の価値が下がって見えてしまいます。しかし、新紙幣のデザイン。あまりにも安っぽく、かつ日本らしさの欠片もありませんよね。悲しい限りです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。